ブロッコリーさん、材料を持ってきましたよ。お疲れーにゅ。じゃあネプギア頑張るんだにゅ。え、私がですか？ネプギアならできるにゅ。自分を信じるんだにゅ。わかりました。私やってみます。なら教会に行って広い場所を借りましょう。ゲームキャラが復活するなら教祖もいた方がいいでしょうし。これをこうして。なるほど、類似した素材でディスクを修復ですか。ブロッコリーさんが偶然通りかかって直し方を教えてくれたんです。もっともまだうまくいくかはわからないけどね。すごいすごい、これでルビーのゲームキャラが復活するんだね。ワクワク。最後にこれとこれを組み合わせれば完成です。ここは私は…あ、すごい、本当に復活したよ。あ、本当にこんなことが。私がわかりますか。ルビーの教祖、これはどういうことですか。私はあの時確かに消滅したはず。なんとか修理できたんです。そうですか、ありがとうございます。しかし復活したとはいえ、私が一度消滅したということは。はい、キラーマシンの封印は解けてしまいました。急ぎ再度の封印を施さねばなりません。あなたを物のように扱って心苦しくはありますが。一刻を争う事態です。そのような気遣いは無用ですよ。ネプテューノの妹、あなたに頼みがあります。はい、何ですか。私には敵と戦い倒す力はありません。一人では封印の場所までたどり着くこともできないでしょう。ずうずうしい願いとは承知ですが、同行してはもらえませんか。全然構いませんよ、そのくらいお安い御用です。ブロッコリーも一緒に行くに。一緒にって、ブロッコリーさん、これから行くのはすごく危ないところなんですよ。分かっているに。けどネプギアたちだけだと危なっかしいから、ブロッコリーがお手伝いするに。まあいいんじゃない、人手は大いに越したことないし。よろしくお願いします。こちらこそよろしくに。うん、もしよかったらロムちゃんとラムちゃんも来てくれないかな。私たちだけじゃちょっと心細いし。うん、私も。ダメ、私たちは行かないわよ。え、私たちはルイーの女神候補生なんだもん。だから町を守るためにここにいなくちゃいけないのね。でも。そっか、それなら仕方ないよね。そういうことだから、ほら向こうで二人で遊んでよ、ロムちゃん。待って。やっぱりまだまだ子供ですね。本当に申し訳ありません。この国の問題なのに他国のあなた方だけを生かせるなんて。気にしないでください。それじゃあ行ってきます。